先生がストレートと表現していたんですが、この番組はマスコミの報道しない自由をからかいつつ、マスコミが報道しない情報を皆さんと共有することで日本の正常化を目指しております、宮脇チャンネルかっこかり。今回はその増刊号ドローンと始まります。1月13日から始まったこの1週間、 YouTube で最もご覧いただいたのが1月15日配信のギャラ飲みを取り上げた回です。ギャラ飲みとはギャラを払って、お金払って女性に集まっていただいて飲み会を開く、そしてあわよくば飲み会場にもっと仲良しさんになろうというもの、そしてその仲良しさんになれる女子大生がいる大学ランキングなる記事が、週刊スパに載りました。これを見たとある女子大生が激おこぷんぷんまでと、これはもう社会問題だなんつってね、大騒ぎしていたわけですが、だがちょっと待ってほしい。というのは、今の週刊スパというのは果たして社会問題にするような雑誌なのかということ、それはすなわち週刊実話や朝日芸能に載っていた、または東京スポーツに載っていたからといって、これはもう社会的な問題だと怒りに震えるというのはいささか大人げがない。だいたい今の週刊スパの関東コラム、表紙をめぐって1ページ目にあるコラムを書いているのが、著述家の菅野保さん。菅野保さんといえば、国内で相手の女性の同意なく、無理やり仲良しさんになろうとして、裁判所方面からきついお叱りと、叱るべき措置を受けた方。また、アメリカ方面にうっかり足を踏み入れちゃうと、こうなっちゃう可能性のある人物。しかもこの容疑というのが、同居している女性に対するとかね、まあ昭和時代だったら男の風上にも置けねえぜなんつってね、今なら LGBT 的に叱られちゃうんでしょうか。まあとにかくそういう人物、そういう人物が関東コラムを務めているのが今の週刊スパ。もちろん硬派な記事も載っておりますが、まあそういう雑誌だということ。これをテレビ朝日モーニングショーが取り上げ、皆さん大好きジャーナリスト青木治さんが、まあ当たり障りのないコメントをしました。これに対して皆さん超絶大好き玉川徹さん、玉川さん見てますか、青木さん逃げたな、もっと深い話が聞きたかったよーんだって。ただしこれは青木治さんが正解です。というのは、週刊スパという雑誌がもうすでにそういう位置づけですし、そのギャラ飲みで仲良くなれちゃうランキングとかいう記事も、本数字ではなく、2ページ見開きの半分の、さらにそのちっちゃい、まあちょっとしたこうね、箸休め的なコラムの中で、このギャラ飲みをセッティングするサイトを運営している人間の独断と偏見によるランキングで、ランキングにも値しない、まあいわば妄想。だから女子大生の方も激おこぷんぷん丸とね、まあ怒るのもまあご自由でございますが、私なんかの感覚からすると食ったらねえなって終わっちゃうようなお話。ただですね、やはり玉川徹さんの人気というのはもうよく存じ上げていたんですが、ジャーナリストの青木治さんも皆さん大好きなようで、YouTube のコメント欄に熱いメッセージがたくさん寄せられておりました。さて、そんな皆さん大好き玉川徹さん。彼は時たま正論を吐きます。1月18日のモーニングショーでは、都立校で先生が生徒を殴っちゃった案件が SNS で動画として拡散されちゃって、もう大騒ぎというお話。この番組では先生が生徒を殴っちゃったことに関して、先生がストレートと表現していたんですが、その動画を見る限り私には平手打ちか、あるいはこうフック気味にこう入っていて、それじゃないって失礼しました。細かな経緯ははっきりとしていないんですが、どうも生徒の方がピアースをつけてきて、
これを先生が外せと、外さねえ、外せというのがエスカレートして、と言ってしまったらしいんですが、これに対して司会を務める羽鳥慎一さんも、コメンテーターの長嶋一茂さんも、とにかく暴力絶対ダメっていうところから話が進まない。もちろんね、ダメはダメなんですよ。長嶋一茂さんなんかは、先生の方が上なんだから、どうしてもピアス外さないって言うなら、お前もう制服脱いで出ていけ、帰れと。そうやって言って、言葉でちゃんと説明しなきゃいけないんだよ、なんつってね、おっしゃっておりました。もちろん、言葉で説得できればそれに越したことはないのですが、また知り合いの公立高校の先生にお話を聞いたことがあるのですが、都立の生徒ってかなり質があれなんです。実際これは、私の姪っ子が行ってた高校の話なんですが、みんな、まつげバサバサの、ほっぺた真っピンクで、髪の毛縦ロール、男子は腰パンで、チェーンジャラジャラつけてて、通りすがりにタバコの匂いをする連中なんてザラにいる。しかもそれが、不良とかヤンキーとかじゃないんですよ。それがある意味その学校の標準的生徒。かなり古い例えになりますが、ビーバップハイスクールに出てくる、トツカなんとかとか、超絶のヤンキー学校とかではなく、一流大学の進学をロックオンできるレベルの都立校でないと。結構そういう厳しめの現実があるとのこと。そして調べてみると、この都立校というのが、偏差値47とか、そしてこれは諸説ありますが、かつてならば偏差値の50を越してないと、中の中でもなかったのに、今の都立校って、この50を切ってても、単純にランキングで見ると、中の中とか、下手したら中の上とか、なんかね、そこら辺になっちゃったりとかするレベルになっているとか、いないとか、いささか余談にそれるんですが、今中学校からのお受験とか、まあ高校なんかももちろんそうなんですが、ちゃんと進路を考えている親御さんというのは、やっぱり私学に行かせる傾向が都内では強い。中高一貫とかエスカレーターで大学まで行けるとか、そういうことを問わずにちゃんと勉強させようと思うと、やはり公立よりも私立を選ぶ。私立だと土曜日もしっかりありますし、最近の公立はね、月に2回ほど土曜日も学校があったりしたりするんですが、それでもちゃんと勉強をさせたいという意欲のあるご家庭のご子息が私立にみんな行っちゃう。すると地元の公立に通う子たち、これはもうそれぞれ本人の資質とかそれぞれのご家庭のね状況っていうのもあるんですけれど、実際私も甥っ子を預かってた時に公立中学校の保護者会とかその他もろもろ行きましたけれど、まあまあ保護者参観にそこらのパチンコ屋とかね、競艇場にいるような格好で来るパパやママ結構いました。こうした現実を見ていると、話し合いでね全部解決するんだよというのはもちろんそうでなければならない、そうであってほしいと思うんですが、ここで皆さん大好き玉川徹さんがなかなか鋭い発言をします。長嶋一茂さんがとにかく手を出しちゃダメだという主張に対して、でもさ、先生を超絶ね、超絶侮辱したらどうすんだいみたいなことをおっしゃいます。確かに昔から先生を挑発する生徒というのはいて、さらに玉川さん、もっと言えば今時 SNS とかで拡散ってできちゃう状況、この状況の中で生徒の方が先生を挑発してむしろ殴らせるように追い込む生徒も出てくるんじゃないか、殴らせておいてそれを SNS で拡散ってやればその先生を社会的に抹殺することができてしまう。さすがその道に通じている人というのはその道の人の気持ちがよくわかるのかなと感心してしまいました。まあ、いわばクレーマーです。モンスタークレーマーです。まあ、そういう生徒が今後出てきても不思議ではないという玉川徹さんの指摘はとても同意いたします。ただ、さすが皆さん大好き玉川徹さんだなと思うのは、もしかして先生の方に生徒を飼育、飼っちゃうこと。ね、ワンワンを飼うような。飼育する感覚がなかったのかななんて、なかなか右手がスイッチしたくなるような指摘もされておりました。もちろん、暴力というものは絶対ダメ。なんですが、世の中には現実問題、暴力は存在するんです。そしてこの都立高の事件というのは詳細詳細が分かっておりませんが、もし生徒の側が先行絶対殴ってこねえからみたいな舐め腐った態度だった時にピシッとなることを想像できなかった。
のであれば、これはもはや社会全体の問題だと思います。世の中には現実問題、暴力があるんです。だからね、ネットを見ていて論拠も根拠も示さずにパーカパーカパーカとかやってる人を見ていると、どうぞ身の安全を図ってくださいと祈ってしまいます。絶対に暴力がないというのは、結局お花畑的発想の延長にあると私は見ています。しかし実際には日本を囲む周囲の国、平和と愛する諸国民どころではなく、あ、 YouTube では名前を言ってはいけないあの国々の中の、はい、こちらのペイ、このペイ国、絶賛核開発しやがって我が国にミサイルチュッドホーンとかってね宣言していたのがこのペイ国、続けてこちらのチュン国、このチュン国は今尖閣諸島を取りに来て小笠原沖ではサンゴまで盗んでいって、さらにはファーウィーで世界の覇権まで取ろうとしているのがこの中国。そして日本を狙ってると言ったら、こちらのスーピン、あ、ならず、ならぬ、プーチンさん。ロシアといえばもうずっと日本の潜在的というよりほぼほぼ敵国。今は我らが安倍晋三首相とウラジミール・プーチンさんとの、こう、まあなんつうんでしょうね、相性的な問題で、なんとなくですが、しかし今でも年から年中領空侵犯とかやってやがるんですよ。本当にこれら3カ国を見るにつけ、憲法9条に こいつら来ないでくれってね、書き込んでくんないかなと思うんですが、今ここに加えてこちらの南国、この南国は我が自衛隊の P1 哨戒機にロックオンとかしちゃう。つまりもしかしてですよ、もしかするとこの4カ国が我が国を狙っているという疑惑が、これらはいずれも現実です。我が日本国憲法にある平和を愛する諸国民たちは、核開発をしてミサイルチュッドンやって尖閣を奪いに来て、そして友軍に対してロックオンを仕掛ける。そんな時に今我が日本国のお友達というか最後の砦はアメリカンファーストのアメリカしかないんですよ。まあもちろん心情的には台湾とね、もっともっと仲良くしたいっていう気持ちはありますよ、ありますが、今の実力的な話でした時にアメリカしかいない。ところがマスコミ報道というのはこうした現実を一切無視しております。その代表例があの沖縄のサンゴを守ろうとね、ローラさんがやっている辺野古の問題です。もちろん反対したい人たちはどんどんね、どうぞご自由におやりくださいという立場なのですが、マスコミが国民の知る権利を満たすのであれば、国民が正しく判断するための情報を提供するための機関であるのならば、こうした4カ国の現実的な我が国への脅威というものを伝え、そして辺野古の基地というものがどういう役割を果たすのか、これを伝えなければならないのですが、我が国のマスコミ、オールドメディアは報道しない自由を存分に満喫してやがる。辺野古をめぐる報道については、土砂投入にせよ、サンゴにせよ、そして2月に予定している県民投票にせよ、いずれにしても絶賛変更中。ながら最もひどいなと思ったのが1月19日 TBS 上田晋也のサタデージャーナル。この番組は毎週土曜日朝5時半から6時15分まで、中国放送とテレビ高知を除いたほぼほぼ全国ネットながら、土曜日の朝という事情もあってか、あまりネット民の監視の目も届かずにやりたい放題やっていやがって、どんな番組かと一言で言うならば、さらに症状が重くなったサンデーモーニング、超絶変更報道を毎週土曜日やっております。この1月19日の放送では番組緊急アンケートをドドーンと500人として、県民投票の是非についてアンケートを取ったと自慢げに報じていましたが、その500人中アンケートに答えたのはわずか205人、つまり6割以上の人がいやいや答えないと断ったということ。これは辺野古を抱える名護市長選挙でも話題になっていました。まあネット限定ですが、何かといえば誰に投票しましたとか誰に投票しますよとかいう事前のアンケートや出口調査なんかでうっかりポロリしちゃうと、あいつ基地賛成派だとかあいつ基地反対派だということで、いろいろとね、なんか地元で問題が起こるとか、
つまりテレビ局がどうですかと聞いて、それにいや答えられない答えられないって言ってるのが6割もいたならば、そこに何がしかの事情がある、沖縄の特殊性があると、そこを深掘りすることも必要なのですが、この番組ではなかなか複雑なことがあるんじゃないでしょうかねみたいなことでさらっと流しちゃう。まあ、結局番組の方針としては県民投票やれよと、県民投票やらないよって言ってる宮古島市とか、まあ、そうしたところに対してやれよ、県民投票やれよと訴えかけるためのもはや宣伝工作活動でした。つまりはオス工作員。番組の中では司会を務めるお笑い芸人の上田晋也さんが、市民の代表を務める市議が、まあ、つまりは県民投票をやらないよって決めた市議会に対して、その市議が市民の声を聞かないっていうのが県民投票をやらないということだなんつってね、批判するわけです。そしてこれに対して元 TBS 社員の現流通経済大学教授様であらせられる龍崎隆さん、まさにある意味市民の負託を受けて議会に参加している、その議員が市民の声を聞かないならば代議制としてどうなんだろうなんつってね、のたまうわけですよ。この龍崎隆さんといえば、我々メディアは国民の負託を受けているとかね言っちゃった。あげてねえよ。メディアというのはそれぞれ勝手に商売してるわけでしょ。そして自分たちで取材して自分たちの言いたいことペラペラって言ってるわけでしょ。国民の負託じゃないです。そして市民の声を受けて市議をやっている、その選ばれていること、その時点で市民の声なんです。そんなね、一回一回毎回毎回何かの議案があるたびにいちいち県民投票なりね、市民の声を聞いているんだったら代議士なんてねいらないんですよ。龍崎隆さん、県民投票をやらないことを憲法違反だと主張する首都大学東京教授様であらせられます木村壮太さんを登場させ、特定の市に住んでいるだけで投票できないとかは憲法の平等に反するみたいなことをのたまって、そしてコメンテーターとして呼ばれていた住田弁護士が憲法14条の平等権の侵害にあたるだって。そもそも県民投票とは日本国民にね等しく与えられている何かではないんですよ。その県民投票をやるかやらないかというのは、その市民から負託を受けた市議が市議会で決めて、今回は見送りって決めた話で、たったそれだけで、すなわち憲法違反とかっていうのは、木村壮太さん、いささか論理が飛躍していやせんか。木村壮太さんといえば、護憲、憲法を守ろうとかってやってる人。でもね、木村壮太さん、まあ、ご存知かとは思いやすが、憲法の96条には、憲法を変えようという条文があります。ならば憲法を守るのであれば、憲法を変えること、これもすなわち憲法を守ることになるんです。さらに番組では辺野古県民投票の会とかっていうところの本山仁志郎さんという方が出てきて、今宜野湾に住んでるんで県民投票できないということで、県民投票をやるぞって決めるまで俺ハンガーストライキをするなんつってね、主張する方を紹介しておりました。27歳の若者です。彼曰く、政治の若者離れだとかね、若者は政治に無関心だと大人の人たちが政治家が言うけれど、いざ政治に興味を持ったら投票させないってどういうことなんだよってねおっしゃいますが、まあ、27歳の若者とはいえもう20歳を過ぎた立派な大人のはずだとすると、政治というのが必ず自分の希望通りになるものではないということはご理解いただきたいものでやんすね。また番組では恣意的なアンケートの切り取りというものもやっていました。まあ、これ印象操作でよく使う手口なんですけれど、番組のアンケートに約6割が答えたくないと言って、回答したうちの6割が投票したいと言った。この6割に何か意味があるのか。だが、ちょっと待ってほしい。そもそも回答しているのが約4割なわけです。で、このうちの6割ということは、全体の分母に対しては 25% 弱。これは単純に出た結果の6と6。これが重なっているから、何か意味があるのではないか。偶然だよ。というお話。まあ、印象操作をやるときにね、こういう数字をくっつけて、
近い数字を拾ってきて何か意味があるのではないかとかやるのが、まあ、こんな人たちのいつもの手口です。そして辺野古埋め立て反対について国内外からたくさんの声がなんつってね紹介するんですが、国内外の外外の方はあのクイーンのギタリストのブライアン・メイ一人だけ。そして紹介する著名人というのが芥川賞作家の平野啓一郎、タレントのラサール石井、そして音楽評論家の湯川玲子かっこ継承略かっこ閉じ、みんなこんな人たち。そしてナレーションでこうした政治的な発言をすることについてタレントなら文をわきまえろという批判があるなんつってねおっしゃるんですが、あの元ウルトラマンのつるのたけしさんとかお笑い芸人の小籔さんとか、またカンニングの竹山さんなんかが、まあ、こちらじゃない意見、こちらじゃない政治的な話をするとすぐパヨーって文句言ってるのはそちら側じゃないですか。もう本当にね、今日も経済評論家の常念司さんのあの言葉が頭をぐるんぐるん回ってしまいます。リベラルのダブスターが気持ち悪いんだよ。あの輝く金色のおぐしで思わず目をつぶってしまう、眩しすぎると目をつぶってしまう、ジャーナリストの津田大介さんもご登場。彼はタレントが政治的な発言することについてそれを批判する人というのはタレントよりも自分たちの方が優れていると思いたい願望がある、芸能人が物を言った時エセッケンゲイている、思いつきで言っている、なんでわかるんだろう。だってミュージシャンの人だってものすごく調べて考えていたり本を読んでいたりする、バッシングしてる人よりも全然詳しいケースだってあるんですよ。日本の場合タレントに限らず職場なんかでも政治的な話がタブーとされている、このようなことを話しやすい空気にならないといけない。だって津田大介さんよろしいですか、タレントさんであろうが何だろうがその人の信念あるいは専門性を持って語った言葉に対してもちろん批判の声が上がることもありますが、一方で賛同の声も上がることも多々多々あります。一例を挙げればウルトラマンの鶴野武さん、彼の発言に対してこちら側の人たちはパヨーっと文句を言っていましたが、いや普通の日本人はなるほどそういう考えもあるよね、あるいはいいねと賛同しておりました。むしろ津田大介さん、あなたが指摘するのの正反対、ろくに調べもせず勉強もせずに本も読まずにその場のノリ的な、あるいはどっから聞きかじった薄い話で、ただしその知名度を持ってペラペラペラって喋るんで批判されるんですよ。まあそういう人をね、近頃ネットではバスディープスと言うんですよ。よろしかったら覚えといてください。またそもそも職場や何かでね、政治の話って我が国では普通に行われております。俗に床屋政談という言葉があって、髪結い床でね天下国家をね語っちゃったりとかするのは江戸の庶民の頃からまあまあ普通に行われていることでやんすよ、我が国では。あ、もちろんこれらの国でその言論の自由が許されているかどうかまではあっしゃ存じ上げませんが、さらに世界的ミュージシャンの坂本龍一先生がお出ましになられこんなことを言いたれやがりました。国家というのは常にお金と暴力で権利を抑圧してきた、何千年も国家と民という問題と大和と内縄とは沖縄のことですの二重の差別があるんだって。もうこれ完全に、はい、工作員の手口、分断し統治せよ、これらの国が得意とする手口です。そして坂本龍一さん、何千年前からとおっしゃいますが、それはもしかしてですよ、あの半万年とかいう発想なのでしょうか。残念ながら我々日本人にはその感覚ございません。かように油断と隙があっても、いや油断と隙がなくても情報の一部を切り取り、まあ、つまりは報道しない自由を使って本当に必要な情報を我々に届けないのが今のマスコミ。この番組では今週もそうしたアス工作員とアスディープスどもをしっかりと観察し続けて皆様にご報告していこうと決意を新たにする今日この頃で
ございます。ご視聴いただきありがとうございます。増刊号恒例の謎のギターのコーナーが始まるよ。それではまた次回も見てくれるかな。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。待て。桜、いただきます。大地、いただきます。安倍晋三完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って、バカがいる。あの病気、だってあなたに会えたから。